秋田虎之助、秋田虎之助4月1日から1953年9月11日は、日本の政治家、資産家、実業家、秋田商会社長。属籍は、山口県平民。山口県朝郡富士山村生まれ。秋府、伝五郎の次男。秋、福太郎の弟。11歳の時おじのもとに、小僧となり追いつかわれるが、忠実に働いてわずかな暇にも。 立志伝を読む。1893年、19歳で、先代、松次郎の養子となる。1917年、家督を相続する。家業の海運業に従事する傍ら、海陸産物の売買にも事業を広げる。日清戦争中には、食料、雑貨などを、朝鮮、満州方面へ輸送し、戦後は、台湾へ、木材や食料を販売して、 大きな利益を得る。1901年、下関材木業発展のため、彦島海岸に倉庫を新築する。日露戦中の1905年には、従来の家業の業務とは別に、木材、食料販売を主体とする秋田商会を創立し、その社長となって、木材売買運送及び海外貿易の事業に従事する。万船、シナ、台湾等に、小取引をなす。 秋田商会、万流工業、陳太を製粉、関門商事、関門ビルブローカー、馬鹿毎日新聞、日万商事、南海金山、朝鮮鉱山各社長、秋、不商事、津島銀行各取締役、東洋木材相談役等を務めた。業務の傍ら公共事業に尽くす。1917年、第13回衆議院議員総選挙に、 長崎県から出馬し、衆議院議員に当選、立憲声優会に所属。秋田について、新大義士名官によると、彼が境地を占めたのは全く忍耐と努力の結晶であるという。趣味は書が、囲後、宗教は仏教、住所は山口県下関市東南部長。ありがとうございます。